校則がないっていうのは大きいと思うんですね。結構灘の中の順位っていうのと合否が結構相関が強い、はい、上30番以内ぐらいだったらリサ全然目指せるみたいな、みんなでこう仲良くミスらずにみんなでまたね同学年になったらいいね、まあ、神戸大学とか他の大学の医学部に高1までには高3の範囲終わる、大体終わりますね。高校3年生は1日1台東大の過去問、特に総計は本当にまあいないんですよね。どうだい、始まりました、モチチャンネルです。今回はですね、弁護士系 YouTuber ですか。そうですね、真面目系弁護士 YouTuber です。真面目系弁護士 YouTuber の井上先生においでいただきまして、よろしくお願いします。おいでいただきましたというか、僕は来たんですけど、あ、すごいいいところに入り口からびっくりみたいな、もう恐縮です。都内の超一等地に来ておりますが、もうここで普通に働いてる。そうですね、留学から帰ってきてから、まあ、1年弱経つんですけど、はい、最近ようやく事務所に戻ってきまして、ドラマスーツみたいなね、そんな感じの場面ですよね。ここ憧れでね、やっておりますけど、はい、そして今話題の灘校出身であると。あ、そうなんです、まあ、風吹いてるところで、はい、すごいブーム来てますからね。来てますね、本当に、まあ、あれのおかげだけでチャンネルが伸びてると言っても過言ではないと思います。もうベテラン地がね、はい、今すごい人気で、うん、ベテラン地からうちの動画に来るみたいなのもすごい多いんです。アナリティクス見るとですね、いろんな動画の1位にベテラン地の動画が来てますすごい供給源ですね、ベテラン地お世話になってます、お世話になってます、ね、うちのチャンネルによく出てくれるです、ね、細井先生のね、あ、ドラゴンさん、はい、細井先生のメジュケイトのチャンネルでもやっぱ灘校関係の動画が1位ということで、灘が熱いと、どんなとこなんだと、なるほどなるほど、やっぱ知りたいんだなみんなと思って、まあ自分自身はね東進行って東大特進で大阪やってたんで、おー、じゃあ結構ね来たんじゃないですかね。そうするともうほぼ灘です。あ、そうなんですか、はい、ある意味ブラックボックスと呼ばれる言われる区間ですけど、どんなとこなのかちょっと詳しく聞いていきたいんですけど、ぜひぜひ。どうですか灘って。めっちゃでかい質問から来ます、はい、もうなんだか僕全く想像もつかないんで全然違うとかよく言われるんですけど、違うんですか、何が違うんですか。そうですね、まあ、まずよく言われてることですけど、校則がないっていうのは大きいと思いますね。校則がない、うん、で制服もないので、はい、だからみんな私服で来て、はいはい、でまあ、何のレギュレーションもない中、はい、なんか金髪にしちゃいけないっていう微妙なルールだけあるんですけど、暗黙のルールみたいな、暗黙のルールがあるんですけど、金髪じゃなきゃいいんですか、何色でもいい、いや、そこか青とかいや、なんか金髪なんて聞いてたけど、確かに赤はいけるかもしれませんけど、でもなんかとにかく校則がなくて、一応生徒を信じてるっていう体にはなってて、はいはいはい、まあ、実際結構自由にやらせてもらってますね。自由っていうのは一番大きいと思います。どんな感じで自由でしょうか。なんか例えば生徒会の運営とか文化祭やります、はい、体育祭やりますっていう時でも、うん、まあ、基本的に先生は何も言わないというか、はい、まあ、ここは多分改正とかも似てる気もするんですけど、うん、結構もうボトムアップに生徒が自由に考えて、うん、僕が卒業した後の代ですけど、灘6とか、灘6、そうですね、ネゴ6、そんな、あ、なんか学校行こうってあったじゃないですかはいはい、あります、ね、あの時の V6 のなんかマネをして、ちょっとなんかイケメン灘高生6人で灘6っていうのが流行ったらしいんですよね、ちょっとした後輩で、そういうなんか新たな企画を思いついたり、結構美形なやつがいたりするんで、そういうのちょっと評判落ちるからやめろみたいな介入がない、うんうん、まあ、自由にもやりたい放題やってくれっていう感じなのが、まあ、特徴かなっていう気がしますね。どうなんですか、成績とか合格実績とかどうなんですか。合格実績は、まあ、一つ言われているのが、結構灘の中の順位っていうのと、はい、合否が結構相関が強いっていうのがあって、はいはいはい、これ結構珍しいと思うんですけど、うん、学校の成績悪くても受かるやつとかも一般的にはあるんですけど、はいはい、結構相関してて、上30番以内ぐらいだったら理算全然目指せるみたいな、はい、上3分の2ぐらいやったら理科1類ぐらいならまあいけそうだみたいな感じで、学校内の順位をきちっと取っとくと、まあ、模試の判定と同じかそれ以上ぐらいに結構精度よく、まあ、イメージができるっていう。じゃあ同じね東大コースを行ったわけですよね。そうですね、紆余曲折を経ましたけどもともと理系ですもんね。そうですね、僕全然理系で、実際進学先も理系ですけど、はい、理科1類でしょっけ。そうです、理科1類、はい、1類入って、でその後東大ロースクール行くんですよね。そうですね、ロースクール、まあ、ちょっと何回かロースクール行きかけたんですけど、まあ、法学部に進学で行こうとか、はい、いろんなことあったんですけど、まあ、最終的には工学部卒業したタイミングで法律の道へ行った感じですね、うん、そして今度別の動画で多分聞くと思いますけど、留学して UC バークリー行ったりとか、うんうん、USC とかですね、カリフォルニア、うんうん、もう超エリート中のエリートです、もうでこうやってさっき師匠呼んでましたもんねスーツっぽくですね
とか授業とか普通と違うとかは。これがですね、20年ぐらい前の話になっちゃうんですけど、はい、英語についてはめっちゃ普通っていうイメージ、はい、やっぱ数学とか物理とかまあ特殊っていうか、まあ、生徒がめちゃくちゃできることを前提にガーって言ってるイメージなんですけど、まあ、英語はまあそもそもあんまり全体的に得意じゃないっていうのもあるんですけど、うん、むちゃくちゃ普通のナチュラルな感じの授業だったなって感じですね。もうなんか高1までには高3の範囲終わるとかって聞いたこともありました。理数系は全部そうですけど、英語もそうなのかな。まあまあ、英語はもう本当に先生がものすごい引っ張っていくというよりかは、期によるんですけど、まあ、僕の会の時は英語の先生はまあ普通の授業をまあ基本展開して、うんうん、なんで塾行くやつもいるし、はい、自習するやつもいるしみたいな、みんなあの外で英語は学んだ感じですね。あ、キムタツいました。いなかったですね。キムタツは僕55回なんですけど、はい、56回生の先生として入ってきたんですね。ああ、じゃあニアミスですね。そうですね、僕は中2の時に赴任してきた先生がキムタツ先生で、はいはい、キムタツ先生も結構カリスマ的なところがあって、はい、おそらくもキムタツ一本で受かる人がいっぱいいると思うんですけど、まあ、僕の時の先生はいい人なんですけど、まあまあ、受験した感じではなかったので、はい、おじいちゃんだったんですけど、おじいちゃんの英語を聞きながら基本的にはまあお勉強を自学自習するっていう。ね、キムタツは結構アクティビティ中心って聞きましたよね、うんうんうん、他のはガンガン伸びました。他の科目はあのおかげさまで、あの僕塾に唯一行ってるのが英語なので。あ、そうだったんですね。そうです。鉄力会の関西校に英語だけ行きまして、はい、それ以外はまあ学校だけで行って、英語だけはちょっと、まあ、僕は苦手っていうのもあったんですけど、はい、関西鉄力のお世話になったっていう感じですね。はい、他は行けたわけですね。他はまあ全然あの普通に。でも本当に高1で範囲終わっちゃうんですか。そうですね、大体終わりますね。はい、終わった後どうするんですか。高2高3遊ぶんですか。まあ人によりますけど、まあ、高1から高2にかけてだんだん終わっていって、まあ、高2から高3にかけて、まあ、一般的に言う浪人生と同じようなことをしてるイメージで、はいはいはい、まあ、前回も終わったんで、あとはまあ過去問といたり、うん、あの実践演習みたいな、はいはいはい、本番に備えるみたいな感じですね。うんうん、じゃあもう問題解くみたいなのがほとんど。そう、僕は数学の場合は早めに終わったので、高校3年生は1日1台東大の過去問だから20分なんですけど、はいはい、解くっていうのだけを365日やった感じですね。それだけみたいな、すごい。本当キープするためだけに。はいはいはい。やっぱでも東大行くぞっていう雰囲気はすごいあるわけですか、ね。そうですね、まあ、あるんですけど、まあ、ちょっとこういきりがちなコメントになるんですけど、はい、行く人は結構多いので、はい、なんかこの中で俺だけがみたいな突き抜けた感じというよりも、みんな行こうぜみたいな感じで、何十人レベルでシュッて行く感じなので、こうあまりこう特別なところにぶっ込んでいくというよりかは、はい、みんなでこう仲良くミスらずに、みんなでまたね同学年になったらいいねみたいな、牧歌的な感じですね。すごい。ほんわかしてる感じ。すごいですね。なんか東大行くのがほんわかって。まあちょっと。ほんわか東大に行く。なんかふわっとしてますね、ちょっと。やっぱ実際周り結構入ったわけです。そうですね、うちの都市は京都大学人気がものすごい起きまして、はいはいはい、少し京都に割れたんですけども、はい、あのドラゴン桜の1個前か2個前の世代なので。あ、そうなんですね。はい、まあ、ちょっとスペシフィックな話になりますけど、予算配分が東京大学と京都大学を比較すると東大の方が規模が2倍ぐらい大きいから、うん、2倍ぐらいもらってないといけないのに、うん、研究の数か在校生か何かの数字で割ると、実は京都の方がもらってんじゃないかみたいな話が僕らの時盛り上がりまして、はい、ほんで東までそんな行かなくても京都の方がむしろ研究とかできんじゃないかっていう説がちょっとありまして、そんなこと考えるんですね、高校生が。なんか微妙に専門をどこにするかとかは適当なくせに、なんかそういうところちょっと敏感だったりでもまあ全員がそうなんですよ。でまあ下の台かな、ドラゴン桜が流行ると、はい、もう一気にまた東京に一気にガーンと戻りました、ね、やっぱり東京大学、京都大学にまあ基本は入る。あ、そうですね、基本はそこに。はやっぱ総計とかじゃダメなんですか。総計は本当にまあいないんですよね、これがね。浪人をすると総計を目指す人がいて、はい、あの周りにですね、はい、で総計の良さとか聞いたりして、はいはい、結局総計をまあ目指す人も全然出てくるんですけど、はいはい、現役の時は情報があまりにもないってことと、行ってる人が上にも下にも、まあ、下は当たり前か、上にいないので、はいはいはい、そうです、下で行ってたらすごいなので結局ちょっとオプションとして出てこないんですね、なかなか出てこない。医学部だけはちょっと時期の関係もあって、みんなとりあえず受けることは確定してるんで、慶応、はい、医学部受けてから理三とかだから、でそれ以外の学部は出てこないですね、このオプションとして。抑えとしても受けないですか、ね、受けない人がほとんどだと思いますね。受ける人もいるのかもしれないんですけど、そもそも行かないといけないんで東京は。いはいはい、はい、あ、それだったらもう同志社とか。いや、同志社も受けない。受けないと思いますね、基本東大しか受けない。
そうですね、僕らの周りはそんな感じだった気がしますけどね、まあ、防衛医大とか、はい、なんかそういうその時期をずらして受けれるいろんなところに受けてた気もしますけど、うん、まあ、医学部受ける人以外は抑えもしない。そうですね、なんかそんなイメージですけど、言わないだけでもしかしたらね、内緒で俺東大しか受けてねえよって言って密かにね、会うみたいなね、どうみたいな、同志社だよみたいな、どうしちゃったのみたいなね、あんまり、まあ、あの話題にはならなかったですね。皆さん各自滑り止めで受けたかもしれないですけど、どこどこ受けるみたいな、うん、具体的なトピックにはあんまり上がらなかった感じです。そうだったんですね、意外ですね。実際じゃあ東大しか受けなかったんですか。そうですね、僕はあの東京大学で後期は阪大の医学部になってしましたけど、はい、医学部、はい、ちょっとまあそこも僕の悩みがありすぎて、はい、あと親の要望っていうのはまあそれに応じるのもあれなんですけど、はい、まあ、医者になってほしいっていう声もあって、あ、はいはいはい、で僕自身もちょっと迷ってたので、うんうん、まあ、リーチを現役で出して、で一応成績的には受かる予定だったので、はい、万が一そこで事故が起きた時には家族の期待でっていうのも変な話なんですけど、うん、まあ、医学部書いとくわということで、当時ちょっと理想のチャレンジするほどの成績では多分なかったので、あの、まあ、そんなに下がるわけじゃないんですけど、うん、親の近いとこみたいな感じで、じゃあもうちょっと成績いけてたら理想行ってた、あ、まあ、浪人したらまあいけてたとは全然言えないんですけど、はい、まあ、目指してたとは思いますね。今弁護士じゃなくて別の先生になっていた、あったかもしれないですね、うん、でも、まあ、センターはどれくらい、センター結構良かったですね、93とかぐらいですね。でもあんまりいらないですね、東京大学は。二次試験もこんなもんみたいな感じですか。二次試験は物理が簡単だったんですけど、はい、というのもあって回答速報がなぜか帰りに出てるじゃないですか、はいはい、あれ未だに謎なんですけど漏れてないはずの試験が帰りになぜか配られてるっていうのを自己採点できるので、はいはいはい、あれで、まあ、数学とか理科とか自己採点がすごい良かったので、うん、受かるんだろうなっていうのは思いましたけど、ナチュラルにシュッといた、ナチュラルにシュッみんな一緒に行こうぜみたいな。じゃあ実際やっぱりいたわけですね。そうですね、基本いて、むしろフラフラしてた軍団のやつらが入ってから仮面浪人とかして、理三に入り直したやつは僕の周りにいないんですけど、はい、まあ、神戸大学とか他の大学の医学部に一浪で行きました、ね。東大で仮面浪人するんですか。そうです、あ、仮面というかそいつの場合は在籍だけはしてるけど引っ越しはしてないというか、はい、東大に在籍してるだけで。そうですね、まあ、あの一席返せって感じなんですけど、いやいや、灘は本当に変わった人が多い、うん、そうです何しに来たんやっていうのあるんですけど、灘は知れば知るほど、まあ、人気があるわけですもんね、まあ、ちょっと個性豊かではあるんで、うん、それはみんな目指すわけですよね。ぜひぜひね、これもし小学生の方見られてたらね、はい、ぜひあの後輩になってもらいたいと思いますね。そうですね、いい高校なんですよ本当に、はい、うん、ぜひ目指してください。灘は、まあ、東大は当たり前、半分東大そうですね、うん、そんなところはちょっとあります、はい、いやすごい、こんな感じですね、はいはい、ぜひ灘目指してもらえれば、ぜひぜひ。あ、チャンネル名は、あ、失礼しました。私、弁護士の井上拓と申しまして、フロンティアチャンネルという名前のチャンネルをやっておりまして、基本的に法律の解説をですね、どちらかというと法律に関係ない人が分かるように噛み砕いてご説明しております。あと、まあ、インタビューですね。まあ、こういう形のインタビュー形式もお届けしておりますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。はい。ちょっと井上先生にお越しいただきました。はい。ありがとうございました。